アドバンストアクセスコンテントシステムは、コンピュータ、家電メーカーが結成した、団体アクス LA が策定した映像コンテンツのコピープロテクト企画。HDDVD ブルーレイディスクの再生専用ディスクと書き込み用ディスクで採用されている。もちろん、個人や小規模な団体などで BD や HDDVD の制作を行う場合でも、このコピープロテクトを採用することは可能である。 著作権への意識の高まりから、アクスは一般消費者の間でも注目されている。128ビットのアイスを採用している。HDDVD ブルーレイディスク両陣営の推進メーカーが参加し、共通する著作権保護機構を策定している。DVD ビデオのアクセスコントロール技術である、コンテントスクランブルシステムが破られて、コピーが蔓延していることなどを踏まえ、 より強固なコピープロテクトを実装している。しかし、それもすでに破られコピーされた、ブルーレイディスクが再生されているとおぼしき様子が、YouTube などにアップロードされている。また、アクスを除去するソフトも存在する。日本国内では、コピーを保存する目的での暗号化を伴う、アクセスコントロールの解除は、コピープロテクトの解除に該当し、違法行為となる。アクスは、 既存のコピーガード技術とは違い、ブルーレイディスクソフトに書き込まれており、最新のブルーレイディスクによって、バージョンが自動的にハードウェアに書き換えられている。また、一度アクスが突破されると、より強固な暗号鍵のバージョンに更新されていく。今後、アクスは破る側とのいたちごっこの状態に陥る、可能性がある。もっとも、ブルーレイディスクについては、BD という、 より強力なコピープロテクトが設定されてはいるのだが、PD プラスを除去するソフトも存在する。また、策定の遅れが、HDDVD ブルーレイディスク機器やソフトの発売時期に影響を与えた。アナログ出力による違法コピーを防止するため、映像、音声出力に HDMI などのセキュアなデジタルインターフェースを必須とするイメージコンストレイントトークンも制定された。 具体的には SD でのアナログ出力は可能だが HD ではアナログ出力が認められず強制的に SD にダウンコンバートされるというシステムである。最低の理由はアナログ出力からのコピープロテクトは非常に困難であり無理にコピーガードを設定すれば大幅な画質の劣化、変質を引き起こしかねないためコピーガードをかけやすいデジタル出力に限定するためである。 最低と同時に採用しようとしたものの HDMI 非搭載のテレビが巷にに溢れていることから各方面で反対意見が続出し HD でのアナログ出力禁止の仕組みは残した上で SDHD ともアナログ出力が強化された。なお、2011年1月1日より HD でのアナログ出力できる機器の製造が禁止され2014年1月1日より アナログ出力できる機器の製造と新規販売が全面禁止されることがアクスファイナルアドプターアグリーメントで決定した。著作権法上の対応としては2013年により HDCP のコピーガードを解除した上で HDMI 信号からの映像コンテンツの取り込みを可能にする市販のビデオキャプチャーボードなどを使用して許諾を得ていない他人のコンテンツを無断で複製する。 ことを禁じる文言が法律に明記されたが、それらの複製行為を可能にする。機器やソフトが東京。秋葉原や大阪、日本橋の電気街、あるいはネットオークションなどで販売されている可能性があり、その多くは中国などの外国製とみられている。なお、この規制措置はあくまでアクスに伴うアナログ出力規制の対象となる。コンテンツの再生時のみであって、例えば。 家庭用ビデオカメラで撮った思い出の映像などが入ったディスクや過去に録画したアナログテレビ放送などが入ったディスク、市販 DVD ビデオ、あるいは自分たちで企画、撮影、編集などを手掛けたオリジナルの BDMV タイトルなどは、これまで通りコンポジット、S、コンポーネントなどのアナログ端子から映像や音声が出力される。このため、2014年以降に、 例えばその時まだ現役のデジタルチューナー非搭載のテレビにその時新しく発売される最新の PD レコーダーを接続して外付け地デジチューナーとして使うことも可能である。なお、この規制がされる前に発売された機種であっても2012年以降は HD 出力規制なしでの継続販売は不可能となる。同様に2014年以降 アナログ映像出力規制なしでの継続販売は不可能となる。ただし、いずれもメーカーから新品の機器として出荷される商品が対象であり、すでに中古品として小道具店やネットオークションなどで出回っている旧製品までは規制されないという。なお、家庭用ゲーム機においてアナログでの HD 出力を制限していないゲームソフトより出力される映像については、 アナログ出力が可能な場合がある。また、これらの規制は、アナログ映像出力に対して行われるので、アナログ音声出力は規制されない。一時、資料二次資料。ありがとうございます。